はい前側です早速ですねあのホームページの作り方についてお伝えしていきたいなと思いますホームページの内容に必要な内容というのがやっぱりあるのでそれについてまずはお伝えしていきたいなと思うんですけどもまず1つ目今皆さんに見ていただいているこの状況というのが、えー、実際、えー、見込み患者さんこれから来るかどうか悩まれている患者さんが見るときの状況なんですねこの段階で このホームページは一体何をどのようにしてくれるところなのかっていうのが一目でわかるようにしていかないと患者さんっていうのはもう離脱していきます。あ、ここなんかちょっと自分のところと違うんじゃないかなっていうことでもう去っていってしまうんですね。なのでまず最初、このパッと開いたこの状況であなたの治療院が一体何をどのようにしてやっていくための場所なのか。 どういった人のための治療院なのかっていうのを一目で分かるようにですね、する努力をしてみてください。はい。で、患者さんっていうのはこう、一個一個 <coughs>、呼んでいくわけではないです。いくわけではないんですね。あなたも他の何かこう、ものを探しているときとか、そういったのを見るときってそうだと思うんですけど、こんな感じで見ていくんですよ。こんな感じで見ていって、なんか気になるなと思ったところで止まって、 でちょっと見てああそうなんやあなんか良さそうやなちょっと詳しく見てみようかなみたいな感じで見ていくんでだからこうメリハリをちゃんとつけてあげてほしいんですねで、まあ、まず必要なね内容っていうのをちょっとお伝えしていきますねまずねまずはこのメッセージです誰のための何なのかっていうメッセージをしっかりと作ってあげてくださいそしてどういった人たちが来ているのかっていうのをちゃんと伝えてあげてほしいんですね うちにはこういった人たちが多いですよ。こういった人たちが良くなっていますよ。っていう、この情報を与えてあげてください。そうすることで、あ私と同じような人も来てるんだ。私もここ行ったら大丈夫、大丈夫なんじゃないかな。っていう気持ちにさせてあげてほしいんですよで。そうすることによって、その人は、もうちょっとこのページを読んでみようかな。っていう感情になります。まずは読んでもらえない、最初の壁なので <laughs>、まずは読んでもらうために、 あなたのことですよっていうふうな形で引きつける、引きつけるような状況にしていってあげてください。で、実際うちで良くなった人はこういうふうになってますよと。みんな口ではいいことを言うんで、だから自分で自分のこといいですよって言うんではなくて、第三者に評価してもらうっていうのがとても重要になります。なので、こういった形でお客さん、患者さんの声をしっかりと提示していくっていうのはすごい重要になります。 はい、で今、多くの治療院がこれをやっているので、普通にこれをやっているだけじゃ、ねあのー、結構厳しくて、やっぱり量もそうなんですけど、質が、中身がすごい重要になっているので、しっかり中身のある患者さんの声っていうのをもらうようにしていってください。はいでまあ、どういったことをしていくのかですね、あなたの治療院で大体どういうことをしていってくれるのか、他と何が違うのっていう部分をしっかりと伝えてあげてください。でこういった部分ですね。 であと、何かこう実績 <laughs> 周りと差をつけれる実績があるのであればそれを提示してあげてください、えー、中にはですねそんなメディアとか出たことないしこれなんもないねんっていう方おられるかもしれないですけどもいや必ずありますよ例えばえ国家資格持ってる人であればその国家資格を出すっていうのも一つです、えー、<laughs> 治療家からしたら当たり前やんと思うかもしれないですけども患者さんからしたらやっぱり国家資格あるっていうのは安心材料の一つになります あとは、地域のトレーナー活動とか、マラソン大会の休護班の活動とか、そういったのも、やっぱり実績の一つになるので、そういったのをどん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 載せていってください。十分実績になります。なので、ぜひ探してください。あの、必ずあるはずなんで。<laughs> で、当日、どのようにして、こう、治療流れ 温身しててててもらっっっどううなないいくのかなっていうのかやっぱり事前に人っっててイメージしておきたいんですねやっぱり初めて行くところって不安なのでその不安要素をやっぱり消してあげるようなサイトにしていってあげてほしいんでその流れもね事前に乗せてあげるあこういうふうな形でなっていくんだなそういうふうにしておいてあげると患者さんっていうのはすごい安心できますで僕の場合はこうやってねもう患者さん声をたくさん出して証明していってます あとは料金ですね。やっぱ料金も明確じゃないといくらかかるのかわからないのでしっかりとわかるようにしといてあげてください,、はい。あとは電話ですね。で電話もあのドキドキしません、ね、電話する時って初めてのところって。今電話して大丈夫なんかな忙しくて迷惑ならへんかなとかやっぱり患者さんっていろいろ考えてくれるんで。 なので、まあ、できたらですね、僕はちょっとやってないですけど、できたら、この時間帯に電話くださいね、とか、入れとくとすごいですね。で、また、どんな感じで、あの、電話、つながるのかっていうのも、このように書いていきます。僕はもう留守番電話なので、こう、メッセージ流れますよっていうふうにしてます。で、電話どうしても嫌だっていう人は、メールで問い合わせできるようにしといてあげてください。そんな感じで、今お伝えした内容は最低限必要ですね。あとはやっぱり道のり。 どうやって来たらいいんだろうっていう部分ですね。<laughs> うん。そういった内容というのは最低限、これ今最低限必要な内容になってくるので、あの、この情報が入ってないサイトっていうのは基本的に反応がやっぱ取れないです。取れない。なので、まずその情報をですね、しっかり入力するようにしてみてください。はい。じゃあこれでね、このコーナーは終わっていきたいなと思います。 ではまた次回の動画もお楽しみに。さようなら。